新知縁は台湾の桃園県出身の元プロ野球選手、宇藤右内。中心兄弟では、方政便、陳貫人と共に、黄金三剣角の愛称で中軸を担っていた。アミ族。アミゴの名前は、テイラクズメイウ。弟は、ヨネススムアティーレックス、中心兄弟に所属していた、チンイータス法。1998年12月に開催された、 バンコクアジア競技大会の野球チャイニーズ台北代表に選出された。富人大学卒業後、中華民国軍防玉隊を経て、2001年に中華職業防玉大連盟の兄弟、エレファンツに入団。同年、新人王を獲得。2002年、ゴールデングラブ賞、ベストナインを受賞。オフの10月に開催されたフザンアジア競技大会の、 野球チャイニーズ台北代表に選出された。2003年、最多ンダと打天王に輝き、2年連続でゴールデングラブ賞とベストナインを受賞した。2004年8月に開催されたアテネオリンピックの野球チャイニーズ台北代表に選出された。2010年、同年2月に発覚した台湾球界全体を巻き込むヤオチョ事件で兄弟エレファンツを解雇された。 同年夏、台湾の芸能人野球大会に参加したが、観客に、八百チをするな、と批判された。引退後は、同じく八百チ疑惑で、兄弟、エレファンツに解雇された、送金機とカレン氏で料理店を共同経営している。ありがとうございます。